バイさんからいつも楽しみにしております。知らないで知らなくてよかったと思っています。ありがとう。T さんから林先生は幸せを感じないかもしれませんが先生の動画を毎日見れて今までの謎がどんどん解けていく日々の 一視聴者としては幸せを感じます先生が悩み苦しんでいるのに頼りっぱなしで何か申し訳なく思います Y さんから馬の形をした馬形ハニワについて「今回もまたまた素晴らしい発見ですね」この説を否定する意味が全く わからないくらいです。すごく参考になります。また、よろしくお願いします。R さんから毎日楽しく勉強させていただいています。林先生の動画を勉強することが日課となり、夫婦で拝見しています。私は2年ほど前から宗教のことで悩み、林先生の研究と出会って、 宗教への疑問が解消されて今は自分なりに宗教を理解できるようになり明るく生きられるようになりました悩み始めた当初はかなり深刻なうつ状態でしたが林先生の動画で勉強することで立ち直りました今回のビデオダイアリーで林先生の赤裸々なお話をお聞きしご自身 が大変な中にあって、私や視聴者の方々に夢と希望を与えてくださっていることが分かり大変感激し感謝いたしましたこれからもずっとずっと楽しい林先生の動画で勉強させていただきたいのでお体を大切にされて楽しく朗らかに過ごせますようご自,ご自愛ください主人は仮眠時でも、 林先生の動画を流して聞きながら休んでいます林先生の声が心地よいのだそうです。私は先生の幼児教室の動画が一番好きです。面白すぎて一人でも笑っています。そのようなわけで林先生無理をなさらずゆっくりと楽しく動画作りをなさってください。ご自身を大切になさってください。そして楽しい動画作りを 長く長く続けてくださいね。よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。心から感謝しています。この一週間の間に皆さんから頂きましたメールを紹介させていただきました。皆さん本当にありがとうございました。